さあ、で始まりました、もちチャンネル。さあ、今回は森田ちゃんそんなギャグみたいなんでいいの？わいは、登場会早稲田合格塾組若頭の真島六郎と言います。よろしくお願いいたします。はい、森田ちゃん。はい、何なんですか？俺は怒っとんねん。何に怒ってるかわかりますか？いやー、なんかまあ一応タイトルに出てますけど、はい、俺に真島の兄さんが降臨するぐらいぶち殺したのでー。やめてそんなこと言うね。はい、うん、知らないんだよ、元ネタ知らないから。ついに私も誹謗中傷の餌食になっております。あら、そうなんですね。そうなんです。まあ、事の始まりは何かっていうと、うちの塾にいろんなタレコミが入ってきたんですよ。はいはい。うん。お相手は他塾さんなんですけど、うちと同じコーチングとかをね、売りの一つにしているというかね、メインにしている、まあ、学習塾さんなんですけれども、そこの無料面談とかにね、なんかこう行った時にね、どうやらね、うちのね、嘘をね、あれこれと言われてるんですよ。あら、なるほど。で、当然なんだけどさ、お客様って、こう、塾1個じゃなくて、2個3個ぐらいはしごして探したりするわけですよ。あ、そうですね。うん。だから、あちらさんでこういうこと言われたんですけど、本当なんでしょうかみたいなのが入ってくるわけですよ。うん、うん。うん。だから、ちょっとこの動画でもし見てたら警告しておくけど、はい、あんまりお客さんに言わない方がいいですよ。ですね。うん、まあまあ。これまあわかるでしょ。はい、武田塾なんかめっちゃ言われると。ああ、まあもちろんね。だからその、うん、なんで、他塾の相手とする、時のトーク、当然答申は武田塾トークがあるだろうし、武田塾が答申に対するトークがあるだろうけど、まあ嘘は言ってはいかんと。言っちゃいかん。確かにさ、その話の流れの中でさ、例えばうちとかもね、武田塾さんと比べられることがあるから、はい、まあ、何が違うかって聞かれたらさ、多少のね、うちの方がこうですよみたいな売りは言ったりするけどさ、あいつら意味ないですみたいなこと言わないじゃないですか。はいはい、 ね、それはもう塾としての格も劣るし、うん、何言われたかっていうと、そのもうこれタレコミがあんまり来るもんだから、うちの塾のスパイを送り込みました。はあ、うん、スタッフ陣が、はいはい、あの若く見えるやつを、はいはいはい、そうそう、ほいで事実確認してもう録音も取りました。ほら、うん、今流すんですか？流さないです。あの、別にそこ追い込みたいわけじゃなくって、はい、業界の健全化を図りたいだけなんですよ、僕は。ね、言わないけど、そういうやり方で、ほら、うちとさ、タイプが似てる塾で、多分だけど、一応さ、僕って、この業界でオンライン塾っていうものを、一番最初に始めたか、あるいは一番最初に近いぐらいに始めてるわけですよ。うん、15年前とか、はい。まだみんながパソコンでしか、通信制の授業ってものを受けれなかったような時代ですよ。パソコンでしか。みんな携帯電話。あ、そういう意味ですね。あれだもん。あの、ガラケーだから。まだスマホがない時代ってことですね。そうそうそう。だから、どっかで僕が今日こんな格好で話をしてるのも、あんまり自分がなんか怒りすぎないようにみたいなところもあるわけなんですよ。わかる？うん。別に笑いを取りたいわけじゃありません。じゃあ、訴えるってことでいいですか？いや、だから、まあでも、いつでも訴えられます、はい。もうちょっとやめてっていう感じですね。まあ何を話したかっていうとね、二つなんですよ。これ森田先生にも関わってくるからさ、ほら、うちで授業をさ、やってくれてるからさ、まずね、うちは授業スタイルが音声講義を採用しているわけですよ。はい、そうですね。あの、生徒たちは、こう、レジュメをプリントアウトして予習して、で、ここで手元でね、授業を聞きながら、これをね、いろいろメモ取ったりとかね、したりとか解説聞いて、こうね、間違った問題を、こういうとこに気をつけみたいなのを書いたりとかするわけなんですけれども、何言われてるかっていうと、授業を聞いてるだけでただのラジオ何も意味ないみたいな。俺ラジオ。そうそうそう、あの、違う違う、ちゃんとレジュメあるしみたいな、板書レジュメとかもあるし、ちゃんとした解説だから、感覚としてはね、多分だけど、ほら、森田先生さ、すげえ評判いいのでさ、まあ再生数はあんま伸びないけどさ、手元解説やってるじゃん。あ、はいはい、多分あれにすごく感覚は近いんですよ。こうやって手元でこうやってて、ね、で聞いてて、でやっぱり一番の売りは視点を一箇所に集められるってところがあるんですよ、うん、でこうほら板書とかも最初に用意されてるから、もうなんか自分で書き写すのに必死みたいなことにもならないというかね、うん、っていうメリットとかもいろいろあるのに、うん、あれ聞いてるだけ、あれ意味ない意味ないみたいな、違うよって。それ録音した音声に入ってたんですか？意味ない意味ない。そう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 。でまたね、やばいのは、普通さ、森田先生も自分の武田塾でさ、そうだろうけど、営業ってさ、普通さ、ちゃんと社員がやったりするでしょ。はい、学生がそれ担当してます。おー、へー。もうさ、俺ね、ちょっとこれもちょっとかわいそうだなと思ったんだけど、うん、大学生に営業させちゃいかんって、教務はやらせてもいいかもしんないけど、うん、大学生に営業やらせると、そんな経験ないわけだから、社会人経験なんか、うん、それはさ、コミュニケーションの中でそういうこと起こりうるよ。多分わざとやらせてるんだったら、まあすげえ悪質だけどね、うん、あと
あ、もう落ちちゃった。もういいや、もううざいからいいっすか。そう、いらないよ、最初からいらない。いや、これのために下にハサミ買いに行ったりとかしてるのがいらない。あ、なんか求められてるかなと思ってさ、はい、ちゃんと真島建設のね、イルイワごとくのヘルメットも買ってさ、はい、今日危険だからさ、はい、スケジュール立てが1日単位じゃないから意味がないみたいな。なんかね、意味がないみたいなことを言うらしいんですけど、なるほど。うちはね、コースにもよるんだけど、まあ1週間から10日に1回の勉強報告とフィードバックのやり取りをするんですけれども、うん、それってどういう目的かっていうと、1日単位の計画って完全に否定するわけじゃないんだけど、僕が生徒たちを見ててね、まあ人だからさ、ちょっと今日勉強少しうまくいかなかったとか、サボっちゃったとか、思ったように進捗がいかなかったみたいな、もし負債を抱えちゃった時に、次の日が倍になったり、あるいは2日連続で今一つだったら、もう3倍ぐらいのエネルギーが翌々日に必要になったりとかして、計画倒れになっちゃったりすることがあるかもしれないんだけど、でもなんか1週間とか10日の中で、1週間例えばこれだけ進めようとか、10日でこれだけ進めようみたいな感じしてたら、多少ねうまくいかなかったりとか 100% 頑張りきれなかった日があったりしても、その中で修正が効いてきたりするんだよね、うん、ちょっとずつ。だから計画が計画通り行きやすいんですよ、そういう狙いがあるんですよね。で、特に和製号の場合だと、月3回から4回の勉強報告とフィードバックだけじゃなくって、やっぱり細々した確認をしたいかもしれない。普通の塾だったら塾行かないとやれないけど、 LINE で常にね、携帯電話の中に先生がいるみたいな状態作ってるんで、だからちょっとした細かい確認なんかも、もうすぐ連絡して、あとは返事して担任から待つだけみたいなことにもなったりするわけなんですよ。そういう便利なことをね、やってるんだけど、もう意味ないっていう。っていう感じになってるんですよ。で、本当にそんな感じなんでしょうかって言われたらさ、それは、いや、そんなことはなくてですね、みたいな感じになっちゃうじゃないですか。はいはい、それに、ちょっとこう、まあ僕もだし、あとまあね、うちの事務方で山田さんって人がよく電話とか出たりもするんだけど、まあ、困ったりしてて、だけどあんまりそこ否定すると、あっちの塾さんにもさ、いや、むしろあっちの方が意味なくてですね、みたいな感じで、打ち返すような内容のなんか会話の流れでもになったりもするから、でもそれって気持ち悪いんですよ。うんうん、だからね、こうやめてほしいなというふうに思ってるってとこなんですよ。先もちょっと言ったけど、僕って日本で一番かあるいは一番に近いぐらいにオンライン塾っていう分野を立ち上げてるんですね。で、その時に込めた願いとかコンセプトってのがあるんですよ。で、何かっていうと、僕はさ、こう自分が二十歳前後ぐらいの頃って修行を東進の先生たちのすぐ近くでやってたのね。はいはい、それこそまあ前世紀の板野先生や福崎先生とかの近くで仕事のアシスタントとかしたりしていく中で、俺もいつかこの業界に入っていくんだろうなって思いながらも、でもこの人たちを超える人気や実力でポジション勝ち取っていくの難しいかもしれないと思ったのね。だけど授業ってまあ生徒を合格させるための要素の一つではあっても全てじゃない、一部じゃけど全部じゃないってことなんですよ。だから個別指導とかね、あれ質問対応だったりとか、そういうのもトータルで含めてであれば、講師としての人気とか実力ではね、前世紀のあの人たちカリスマたちに勝てないかもしれないけど、でもトータルで生徒たちを勝たせられたらいいじゃないかっていう、もう最終回のスラムダンクのゴリみたいな感覚で、俺はチームが勝てればいいみたいな感じですよ。それで、ね、こいつらがいるみたいな感じで作ったのが、まあ、オンライン塾だったのね。で、そんな中でね、オンライン塾の売りって何かっていうと、塾には、これ僕自分のチャンネルでも言ってんだけど、特性と弱点があります。必ず。100点満点の塾って絶対ないんですよ。オンライン塾の強みって何かっていうと、箱物を消すんですね。だからコストをある程度抑えて、お客様にサービスを提供できるってことがあるんだけど、でも、安いだけじゃダメなんですよ。安いけれども、中身は、ちゃんとこの仕事を本業にしてるプロフェッショナルが指導に当たりますよっていうことが大事だから、だから、本来であればね、これまあ、もうちょっとあんま言いたくないけど、オンライン塾の9割は、あんま良くないです。なんでかって、本来であれば、これを本業にしている人が指導に当たらなきゃいけない中で、そこを学生に任せてるんですよ。これは、通いの塾だったら俺はある程度いいと思ってるの。なんでかって言うと、勉強する場所を提供するっていうのも、これも一つね、大事なサービスだから。だから、そこのね、場所をカットしてる分、中身のクオリティにこだわらなかったら、オンライン塾って意味ないんですよ。で、しかも個別指導って、生徒をある意味洗脳するみたいな部分もあるんですね。だって勉強内容を決めるし、計画も決めるし、やり方だって指示するし、やっぱね、個別指導ってされる側は 100% 個別指導をする人間の色に染まるんですよ。だからとてもね、ある意味危険値が高い指導スタイルなんですよ、これって。だからこそね、プロフェッショナルが望むべきなんだけど、ここね、やっぱ学生が望んじゃうと何が起きるかっていうと、もう参考資料とか自分のサンプル1になっちゃうし、であとやっぱ人をね、マネジメントするって社会経験とか人生経験ある程度必要だったりするんですよ。だけどそういうところもなかなか難しくて、時にちょっと感情的になっちゃったりとかするわけですよ。生意気な口聞かれただけだったりとかでね、やっぱなかなか難しいんですよ、人マネ
ネジメントするって、うん、そこにこう学生当てるってのはやっぱり危険値が高かったりするんだけど、そこをやっぱりこうねプロフェッショナルが担当することによってクオリティの高い個別指導を提供しますっていうのが、これが僕がこのオンライン塾っていうものの創設、この業界に生み出した時に、やっぱあの人たちに授業や人気では勝ちきれないかもしれないけどトータルで勝つんだっていうところに込めた一つの思いだったから、うん、だけどなんかこうスタイルだけがコロナもあったけど広まっていって、でなんかこう中身が伴ってない広がり方をしちゃったなってところで、今やっぱりちょっとねこうオンライン塾ってものの評判あんま良くないっす、正直世の中的に。俺はこれを嘆いてるのよ。この校舎がないからその分安く済むっていうので、まあいろんな人が参入しやすいっていうのがね、もう安かろうは悪かろうにしちゃダメで、これは早稲校にとっても本当に一言じゃないんですよ。業界の良さが伝わらなかったらあそこもオンラインの塾だからっていう感じで、うちも悪く思われるから、だから僕は業界良くしたいから、人の誹謗中傷している暇があったらクオリティ高いね、その自分の満足度でお客さんに喜んでもらおうよお互いってことを伝えたい、ね、はい、まあね、なかなか難しいですね。その大きい塾同士だったらねそういうの言っても全然大丈夫なんだけど、うんうん、これそこまで大きくないとこだからね、そうそうそう、あんまりこう言えないっていうのがね、四大予備校とかだったらね全然言えるけど、うん、だって本当に僕らのこの言うのでねそう潰れちゃうとか全然ありえるから、いやだからもうその意味も含めてちょっと警告の動画でもあるわけですよ ね、うん、分かりました。ということで早稲校が怒ってる、訴えるということで、誹謗中傷はお互いやめようってこと、はい、うん、ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for my watching.